おはようございます。リーチャンネルのリーダーです。今日は学校視察へ行きます。まあ、なんで学校視察に行くかって言ったらね、まあ、前回のやつとかを見てくれてる人たちは分かると思うんですけど、私今回ねまた学校を作ろうということでね、ちゃんと校舎のあるで学校を作るって言っても、お前学校分かってんのかって言われたらね、すいません、全く分かってない素人でした。はい、なんでとりあえずねちゃんと学校やってるところに行って、学校には何があるんだ、みんなどういう形でやってんだ、先生何人いるんだってことをね、まあいろいろそういう学校の運営ですか、まあそういったこともねいろいろ聞けたら、まあ聞いたりとか見たりとか、そういう感じでしたいなと思います。レイさん、おはようございます。おはようございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、はい、学校視察にグリーンさんも一緒に来てくれるということでね、はいはいはい、いやー楽しみですね。楽しみ、はい、今はね、早く着いたからコーヒー買ってますね。Then start teaching sewing and tailoring。でね、今回ね行くところはね、島なんですよ、島。はい。島の中にある学校。うん。そこの島っていうのは、はい、昔ねキリングフィールドだったんですよ。おお、そうですか。そうです。島の海岸にそのお寺があって、はい、今もそこの中に頭蓋骨とか、うん、まあたくさん飾られてたりするんですけど、あそこの島っていうのはその犯罪者の人が多い島っていうふうに僕は最初聞いたんですね。おお、なるほど。でね、まあ、どういうことかっていうとね、はい、そのカンボジアでねそのこういう道路生活してる貧しい人たちだったりとか、うんうん、あとはまあそういう、まあ、売春婦とか昔のね、はい、まあ、そういう違法なことしてる人たち、うんうん、島に連れていくんですよね、トラックに乗せて、はいはいはい、でそういう人たちが住む島っていう、ちょっとだから治安が良くないっていう、はいはい、昔はね、はい、今はあのまたねちょっと違うと思うんですけど、そういうだからそういう人たちの子供が今も住んでる。到着しました。おお、ソースライハロー、ソースライポケモンみたいおーよしよしよし、おーやべー、50キロ、やばい、50キロ運んでます。一人一人運んでるような思うんですね。50キロ、ハロー、ラミアプロー、ラミアプロー、あー、手術を終わらない、これね、帰ってね、ミサが見たら帰って言われてる、ミサが、おう、学校、学校だね、おー、いやー、すげー、ナイス。やっぱ絵がいっぱいあるといい。絵がいっぱいあるといい。絵がいっぱいあるな。絵がいっぱいあると学校ですね。これで勉強できるのいいっすね。挨拶のやり方はこうやって絵で描きます。いいですね。これいいっすね。うん。日本のチーム、このチームでボランティア、ボランティア。そう。カンボジア語のね、こういう計算わかんないけど。はい。計算かな。なんだろうな、こういうのでもいいな、いいですね、うん、ちゃんとやるね、いいですね、ちゃんとこうやって手洗えよっていう感じで、はいはい、ね、手洗わないやつばっかだから、はいはい、おお、すすめもん監督に言うね、一応バイバイしなんていうね、よくはマオマオマオだけど、いや、そう、Can I see? Yeah, 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 let's go、oh, Never give up So here the kindergartenソースダイ。まあ先生だ。準備そう。あ、今授業中ですね。なん。おお、みんな偉いね。ソースダイ。
Some year they have more students. Yeah. ここの学校の子供たちはもう本当島の子たちだけ。学校はフリーです。フリーでみんな通える学校です。あの引き上げてる感じ。Would you need a tank right there? Very easy. そう、昔の船はね、ここにもうそのままついて、はいはい、そのまま上がってこれるんだよ。すぐだぞ。ここから降りたらもうすぐ学校だからね。じゃあ町の人も村の人も全部ほとんど。Number two right there. Yeah. The water for 30 meters of arsenic. Arsenic. Yeah, yeah, yeah. ヒ素ですね。ヒ素の話です。ああ、マジっすか。なるほどね。いや、ここね、川の水を浄化して飲んでる。ね、ここにも井戸とかもあるんですけど、これね、昔。はいはい。でもね、カンボジアの井戸ってね、もうヒ素が多いんですよ。で、飲めないっていうところが多くて。はい。で、結局今その川の水、ちょっと飲んでみます。なんか痛くなる。川の中にもでも子供たちはノープロブレムですよね。あー、はいはいはい。ちなみにこれ水道あるの？そうそう、さっきひげた出ましたよ。おー、これちょっと水道。あー、まあちょっとだね。ちょっとだね。ちょっとですね。まあでも出るね。水道。うん。すごい綺麗。独特の。ここがライブラリーだ。おお、ライブラリー。いいよね、この壁でかけて。おお。The library? Yeah. うんうんうん。あ、いっぱいね、ちゃんと本が並んでる。すごい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 。Library toys。あ、トイレ。Yeah. Library。おもちゃもね、あったりとか。ええ、すごい。こういうちょっとあれですね、レゴとかもいいかもしれないな。あ、チークおもちゃですね。こういう系、こういう系置いたらみんな遊ぶやろ。すっげえ勢いでなくなっていく。そう、ルービックキューブとか。いや、その辺の管理はさせない、ね。カードゲームとかだ。いいっすね。いや、それこそチェスとか将棋とか、そんなん絶対いいですよ。はい、覚えていけばね。いいですね。こういう人形とかもいいね。人形一人一人にあげるのってなかなかね、ちょっと難しいから、多いからね。だからここに置いといて、遊べるっていうふうにしてもいいっすね。俺のイメージしてるのはこれ、こういうかまど。いいですね。そう、このレンガで積んでね。そう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 、レンガで積んで、はいはい、こうやってこう、まあ炭で、まあまさしくこれだね、こういう感じの。今ね、トルクでやってないっていうね。はいはいはい。いいよね。次ちょっと運動場にしましょう。こっちがね、運動場なんです。グラウンドだ。ほう、ちゃんとこい。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。こういうのも寄付でもらってるみたいですね。でもああいうこのブランコとかもいっぱいあるからすごいいいんすよね。あの落ちてんのおもろいっすね。おわあ、あーすごい。おお、グレートグレート。スイングマシン。おお、すごいすごい、ミシン。ほんまや、ここで、ここの、これはミシン養成所ですね。ミシンを養成するんです。ミシン使う人ね。ミシン、ソーイングマシン。ミシンが3つ置いてますね。で、これで練習したりとか。まあ本当だから、この実技の訓練ですね。いや、ここでね、土日はね、ここで子供たち集めて、IT のね、パソコンの勉強会をここでしてるんだけど、で普段はもうここに置いといたら、パソコンパクられるから、そうだね、ちゃんとしまってる。なるほど。で、来た時だけに、持ってくる。はい、僕のカレー、みんな寝る前、ありがとう。ああ、わやない。オープン。よろしくお願いします。はい、どうぞ。オープン。おー、偉いね。ありがとう。みんな偉いね。オープン。オープン。どっちがいい？どうもね。おお、みんな。オープン。グレイ。いいね。よし。よし。よし。オッケー。オッケー。ショートレイ。いいね。おい。オッケー。チャンティ。絶対うまいっしょ。このミルクの。ほら、うれい、うれい、はい、ありがとう。
すごい参考になりましたね、ここの学校。学びがいっぱいでしたね。うん、すごい来てよかった。もう学校自体に絵描いて子供たちに教えるっていうのはいいですね。もう日頃から常に見せて、で手洗うところのね、ソープとかね、そうハンドウォッシュとかね、ちゃんとね、こうやって洗うんだよっていうことも書いてあってね、いいですね。そう、ここのね、その給食今はやってないんですけど、うちの学校もね、やっぱそういうちょっと飯食えるようにはちょっとしたいなと思って。なるほど。まあ、かまど作りからですね。そうですね、かまど作りから、いや本当ここで見たような、あんなかまど、あんな感じのものでいいと思って、で、あとはまあちょっとキッチンがあってそこで切ったりとかできれば、それで十分かな。で、まあこういうちょっと遊具、ブランコとかもあってもいいし、そうですね、今フラフープと一輪車とあるけど、まあ、もうちょっとそこも増強していくっていう感じですよね。でさっきもね、職業訓練とかで見たけど、ああいうミシン一つでもね、あれば練習できるからいいな。それに子供たち用の本とかもね、いっぱい置いてあって、そうあそこの中に人形、結構ね、人形をみんな喜ぶから、人形置いとけばそこで遊べますからね、ああいうのでもいいかなって、まあ、カードゲームだったりとかロボとかもあったし、なんか屋台の学校にはなかった共用のもの、共通の持ち物っていう感覚が、この固定の校舎を持つことで、なんか、で新しい意識としてね、出てくるんですね。ね、まあ、あとはもうちゃんとそのもう年間のまあカリキュラムっていうか、まあそういうのをちゃんと立ててやるんで、はい、まあ、そんな感じで、まあ、また学校作りに向けてね、いろいろとまだやっていくことがあるので、またそれもね、追ってみんなに報告していきたいと思います。で、まあ、ここ以外でも、またなんか学校とか、ね、他の学校どんな感じしてるのかなとか、まあ、見れるんだったらいろいろ見たいなとか思ってるんで、で、まあ、それに今後、寺小屋みたいな学校作るんだったら、あ、こういうのあった方がいいんじゃないかとか、こういう感じどうですかみたいな、そういうのあればね、どんどん教えてもらったら助かります。はい、では本日はよろしくお願いします。では本日は最後のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。もう千切りですからもう何かあの50万。すごいな、でかいね。これすごいね。そう。そう。そう。硬いかなどうな、意外と柔らかくて。ちゃんと買いましょうね。じゃ。ここに甘いのがありますよ。あ、あるじゃないですか。これいいじゃないですか。これが普通の練乳で、こっちがストベリー来ました。ストロベリー。こっちがチョコ。あ、うん、子供たち喜ぶでしょう。ね。